違うのよ、みどりちゃん。あの、わかったわ。じゃあね、鵜の森さん。みどりちゃん、違うの、あの、大丈夫よ、私こういうの平気だから。私先に部室に行ってるから。神岡さんが目を覚ますまでは一人にしてはおけないので待っていました。席を外されています。ただの貧血だろうから心配ないとのことです。4階の廊下に倒れていました。近くにいた男子の人に頼んで、お名前は知りません。いえ、そんなことありません。
何でしょう。神岡さんは知らない方がいいと思います。さっき言ったことは嘘です。神岡さんは本当は校舎の屋上に倒れていたんです。私が一人で神岡さんを保健室まで運んだんです。七角ペンダント持っていますか？喋らないで。そうです。でも思っていた通り、七角ペンダントには私の力も働きにくいようですが、それとはちょっと違いますが、手を触れずに物を移動させることはできます。はい、力を使って神岡さんを屋上からここへ移しました。はい、そうです。いいえ、違います。今は何も言えません。神岡さんもこのような力を持っているはずなのです。七角ペンダントが何なのか知っていますか？異世界への窓という意味が理解できますか？落ち着いてください、神岡さん。今は何も言えません、神岡さん。さっき私と麻生さんのことを聞きましたね。でも私と麻生さんだけの問題ではないのです。このままだと神岡さんは麻生さんを傷つけることになります。
今まで以上に多くの人を巻き込む危険な事態が迫っているとだけ言っておきます。私はそれを防がなくてはならない。私は神岡さんの触媒となるわけにはいかないのです。今は何も言えません。時期が来れば全てが分かります。私帰ります。神岡さん、今日はもう大丈夫ですから。神岡君、君何してんだ。まあいい、とにかくベッドを整えてくれ。詳しいことは分からん。私もそこで出会ったばかりなんだ。よし、男どもは回れ右。胸元を楽にした方がいい。ブラウスの前をはだけるから、カーテンを閉めてあっちへ行ってなさい。よかった、気がついたみたいです。
菅沼先生、車を出せますか？一応病院に連れて行きましょう。ほら、ダメじゃないか、無理しちゃ。横になっているとなんか胸が苦しくて、立っていた方が楽なんです。そうか。気分はどうだい？どこか痛むところは？いえ、大丈夫です。ただまだ頭の中がモヤモヤしています。先生、私どうしたんでしょうか？校舎の屋上で倒れていたらしいが、そこは覚えているかい？ええ、図書室で委員会の仕事をしていたんですが、風に当たりたくなってそれで屋上に。うちの図書室はいつも暑いからね。屋上には君一人だったのかい？はい、私が上がった時には一人でした。フェンス越しに校庭を眺めていたら、後ろに誰かが立ったような感じがしたんです。振り返ろうとしても体が動かせなくて、そしたら「もらうぞ」って声がして。合成音声っていうのかな、人工的な気味の悪い低い声で、男の声でした。で、その声がしてどうなったんだい？だんだん頭がぼーっとしてきて、何も考えられなくなっていったんです。それで倒れたんだね。そうなんですが、その直前に突然体が少し動かせるようになって、それでもうほとんど気を失いそうになっていたんですが、必死に後ろを振り返りました。そしたらもう薄暗くてよくは見えなかったんですが、二人の人影が向き合って立っていました。一人はズボンで、もう一人はスカートだったみたいなので、男と女だったと思います。私の覚えているのはそこまでです。